アジョアン、またはトレーキースパーマムアンミはセリカの一年生総本である。歯と種子のような果実の両方が人間によって摂取される。英語の属称、ビショップ、エスウィードは他の植物も指す。種子はラベージの種子としばしば混同される。アジョアンの果実はアジョアンの小さく卵型で、種子のような果実は薄茶色の分離以下でキャラウェイ。 クミン、およびウィキョウといったセリカのその他の植物の種子と似ている。苦味と刺激的な味を持ち、風味はアニスおよびオレガノと似ている。チモールを含むため、匂いはタイムとほぼ同じであるが、より香り高く、味はよりはっきりとしている。少数の果実でさえも、料理の風味を支配しがちである。アジョワンは、主にイランとインドで栽培される。 インドのラージャスターン州が2006年のインドの総生産量のおよそ55%を生産した。果実は生で食べられることはほとんどない。一般的には焙煎されるかギーで揚げられる。これによってよりはっきりとして複雑な方向が生まれる。インド料理ではショーンクの一部であり、これはレンズ豆料理の風味付けに使われる。 インド料理やパキスタン料理のような南アジア料理で広く使われ現地で実践される植物療法のための重要な素材である。アフガニスタンでは果実はパンやビスケットの上に散らされる。インドボリジと呼ばれることもあるプレクトランサス、アムボーイニカスの葉は時折アジャワンリーフと呼ばれ植物自身もアジャワンと呼ばれることがある。アジャワンはアイルベーダにおいて 主に消化不良、腹部傍慢、疲労、腹痛、誇張、下痢、腺痛といった腹部の症状と、呼吸困難及び、食欲不振にも使われる。失た医学では、粉砕した果実が湿布として使われる。アジャワン果実の水蒸気蒸流によって主に、チモール、ガンマ、テルピネン、ピーシメン、及びその他に十0種類の痕跡量の化合物からなる、精油が得られる。 ありがとうございます。